おはようございます。木曜ブルー上村壮太です。よろしくお願いします。はい、ということで本日三浦海岸駅やってまいりました。三浦海岸ということは三浦野菜ですか。よし、誠さん家行きます。よし、季節変わったじゃないですか。夏の終わりの野菜植える感じかな。じゃあなんですか。じゃあうわー楽しみっすね。よし、じゃあ気合入れて今日も行きましょう。日焼け止め忘れずにレッツゴー。お願いします。はい、ということで藤平農園さんにやってまいりましたよ。来た馴染みのある3年ぶりぐらいかな。しゃあお願いします。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございま す, おはようございます。あ、いらっしゃった藤平さん、いらっしゃいました。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。キュウリぶりです。あ、キュウリぶりです。キュウリぶりです。お願いします。はい、お願いします。お願いします。え、今の季節野菜は何があるんですか。もう種まきですね。種まき、お、もうあの三浦大根と大きい大根があるんですけど。あ、三浦大根ですか。はい。え、ちょっとそれ巻いてもらっていいですか。はい、ぜひ。種まき、ぜひぜひ。はい、三浦大根だ。じゃあ次三浦大根、はい、夏の終わりに三浦大根なんですね。夏の終わり9月今頃巻いて年末に収穫、うん、あ、3ヶ月ワンクールかかるんですね。お、かっこいいですね。あここっすか。ここ50メートルぐらいですね。50ありますよね。はい、これがちょっと三浦大根の種なんですけど。ガッチっすか、はい、石みたい。ちょっと、はい、固めの、はい、これがあの大根になるってことで。大根になりますね。え、これ食べたら、はい、スイカの種を食べたみたいな感じでスイカで、スイカ大根できるんですか。大根できないか。日差しがないんでお腹からは発芽しないですね。スイカもあれできるんですか実際。スイカもお腹からは発芽しないですね食べても。噂は都市伝説やったんですね。都市伝説です。嘘やったんですね。なかなか出ないですね。結構信じてました。はい、お腹からカイワレが出るとかはないですね。ないですね。ないです。よかったよかった。で、それをちょっと3粒ぐらい落としてもらえると2粒は必ず発芽するかなっていう。あ、それも運ゲーというか運もあるんですね。運もあります。全部出ない場合はあるんですけど、5ミリ深さが違うとだいぶ違ってくる。あ、もうミリ単位で変わるんですね。ミリ単位です。やば、それは重要っすね。はい、こんな感じでちょこっと第一関節ぐらいかな。はい、第一関節をポコッと突っ込む。やって3粒ぐらい、3粒ぐらい落として駆動してポン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 。 そっちも。はいはいはい、了解っす。で、真ん中に植えたい。ここは、そう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 、第一関節。そうで、3粒植えてで、こうしてで、ギュギュッ、ちょっとギュギュッとギュギュッとギュギュッと、そう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 。これやばいね。ちょっと待ってね、やべえなこれ。やばいよ。あ、これ腰やられますね。うん、でもなんかこうやって大根に育つっていう未来を描くとやっぱり頑張れますね。これ疲れますね。そう、まだ後ろ見て、ほらほら、まだほら、まだあれ、これまだ10分の1ぐらいかな。いや、10分の1もいってないのこれ。あ、ごめんねごめんね。 こうやってうちらがこうやって巻くから、これこうやって巻くから。ああ、うん。ええ、いや、これも種巻き。これえ、マジで。これでもう終わり、もう向こうまで行っちゃう。もう往復できるじゃないですか。もう、うんうん、往復ちゃうわ、向こうまで行けるじゃないですか。うん、え、俺あっちがいいっす。いやいやいや、あっちがいい。こっちか。あれ、ほんまに巻いてるんですか。巻いてるよって。巻いてないやつや。ほら、種どん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 入ってるから。入ってるわ。そーっとそーっとそーっとやるとここに入ってるよ。ほらほらほら、ここに入ってる。お、え、あ、あ、ほんまや。ほら、これ自転車、自転車ぽい機械ですもんね。これ見た目がちょっと種まき機ね。これ種まき機種まき機。これ何、押すだけ。押すだけ。めっちゃ簡単じゃないですか。はい、いきます。もっと早く上げてもいいですよ。重っ。そう、重いよね。あ、これまっすぐむずいわ。結構ちょっとデコボコしてるところとかあるから結構重たいでしょ。重たいっす。結構まっすぐ引くのが難しい。で、俺か。そう、よし。
押してるっていうより歩いたから進んでるっていうような感じ、その反動で進んでるみたいな、はいはいはい、そういう感じの方がいい、ね、めちゃくちゃイメージしやすいです。あんまり押してるっていう感じだと下に押しすぎちゃって、はいはい、あの前に進まないですよね。これむずっ。やっぱ大根素敵な状態でできたいからやっぱ集中、ここ土のデコボコがあるからやっぱちょっとした山の部分とかバランス悪いところあるからそこをまっすぐ引くのが難しい。自然と体がやられるというかバランス悪くなる、バランス悪くさせる。全然野菜の種類によって植え方、あの違いますね、植え方、種の植え方ちゃいますね。違います。こんな大根で大変なんや、はい、よしいやギリギリ勝った。最後ほんとすごい上手。本当ですか。上級者でも上級者並みですよ。あ、めっちゃ綺麗。綺麗じゃないですか。で、すごい曲がってるところもそうなんですけど、あ、じゃあ隣同士でだからすげえ綺麗じゃないですか。全然変わってる。あれ、いや、なんかあれがこれが大根になるのちょっと俺楽しみっす。楽しみですか。え、これこっからなるんでしょ。ああいう、あ、このボーンとビッグサイズ大根に、なんかちょっと体を冷やしスムージーでも飲みにご褒美に行きますか。行きましょう。お願いします。よっしゃ。ということで、前にスムージーを飲ませてもらったボーメンさんでご褒美ランチをしました。タチウオいただきます。いただきます。うわ、マジか、やばい。ちょっと待って、桁違いに美味しいですね。めちゃめちゃうまい。あの、ちょっと待って、びっくりしすぎて、ほんまにうまい時って言葉出ないですね。実はあの近所のおばあちゃんと一緒にこういうものをこう作って、もしよければ番組のなんかプレゼントとかに使ってもらえればなと思って。カバンいただいて、あ、カバンもですか。はい。これなんで、何の生地ですか。これそれはですね、段ボールの切れ端。大事。似てる。段ボールをまとめてあるんですよ。10枚とか20枚。もうそれを縛よく、あとなんか段ボールの箱をピシッと留めてあるやつ知らないですか。ビニールで、あの白いあれですか。白とか黄色とか、あれですわ。自分たち出荷するために段ボールをいっぱい買うじゃないですか。それについてるんで。そういうことか。それを無駄にしないように作ったのがそれです。ガチっすか、はい、全然すごい。これもう見えないですよ、はい、高級品に見えて、はい、すんごっ。あ、そういうことで、もう視聴者プレゼントとして、プレゼントとしていただきました、はい。いろいろちょっと今日はまた新たな経験させていただきました、はい、ありがとうございます、はい、本当に。はい、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっと大根の成果、はい、これからの成長楽しみです。またそのワンクール明け、はい、いや、もうちょっとその間にあの愛情を注いでもらいたい。あ、そうだ、定期的にちょっとあの、はい、遠距離恋愛になるから見るだけでもいいんで、うん、そうだ、見るだけでも、はい、遠距離恋愛、写真を見てもらうだけでもいいんで。わかりました、はい、じゃあ今日、はい、今日からね、はい、お付き合いということで、はい、お願いします。はい、お願いします。またありがとうございました。美味しかったです。はい、はい。